島ヴォルティスの一戦です。会場は長野市の長野ユースタジアムです。長野も上手いですよね、あの辺の、ね、狭いところで、ね、今日ね綺麗に回しましたね、さあゴール前だ、シュートは入った、長野が先制です。そして組織的に奪いました、うまい、さあ抜けたところには山中、中央にも近藤がいる、クロスが入る、蹴り出していきます。さあここも奪って長野シュートを打っていく、入った、入ったゴールをよく見ていました、長野追加点3点目、いや非常に冷静でしたね今ね、決めたのは近藤ですか、近藤ですね、2点目です。ここね、近藤選手がね、今うまくここ切り返したんですよね。はい、でループでこう決めたんですけどね、まあ、その前のこの山中選手が追いかけることによって、このキーパーのね、トリカのミスをうまく誘わさせて、最後近藤選手が。ボールが入ってくる。シュート。うまく見通しません。ボール入ってくる、頭で押し込んだ、